い、こんにちは、わたくすです。今日ね、今これちょっと周りがうるさくてあれなんですけど、池尻大橋から渋谷に向かって今歩いてます。今ね、これ GoPro で撮ってるんですけど、 RX100 で撮るには心もとなかったので、今この GoPro のね 4K でまた撮っております。これ上がね、首都高なんですよ。もうね、結構周りの音はうるさいんで、今これ、まあ例のごとくピンマイクつけて喋ってるんですけど、どの程度ね、音がクリアになるかなというのが、ちょっと今回、実験的なね、感じでやってます。おお、すごいな、なんか。ちょっとこれ歩くにしてもハードルが高いような気がするんだけどな、結構。おー、なんかすごいな、これ。ここあれですね。某社の入ってるビルですね。RX100 のね、4K 動画なんですけど、まあこれちょっと歩きながらいろいろ喋っていこうかな。今ね、これまあ GoPro で撮ってるのちょっと理由がありまして、今日アップした動画なんですけどね、あれまあ 4K だったんですよ。 RX100 の 4K だったんですけど、ちょっとね、長回しするにはね、無理、全然無理。というのも、まあキッザニア行った時にね、その 4K でまあ撮影してて、ね、それも結構ね、細切れに撮ってたつもりではあったんですけど、だいたいね、2分半ぐらいもう過ぎたあたりで、熱暴走のね、アラートが出るんですよ。まあ、RX100、その熱はね、まあ熱問題、まあちょいちょい最初から言われてたけど、まあ、実際どんなものかなと思って、その 4K やったらね、もうあっという間ですよ、あっという間。長回しで撮るっていうのはちょっと難しいんじゃないかな、まあ、そういった意味でも GoPro は 4K でもその熱の暴走とかもなくもう撮れるので、いや優秀というかね、すごいわこれ。どういう風にね、そこクリアしてるのかなっていうのが、まあちょっとね、考えさせられたかなと思ってます。じゃあ RX100 自体がその 4K 撮影するにはまあ不向きかっていうと、まあ長回しはできないんだけど、単純にその短いクリップを作っていくっていうことに注力を置けば、全然いけると思います。むしろね、そのここ最近やっぱり動画作るにしても、長回しのね撮影をするとね、アートの編集がすごい苦しくなるので、そういった場合でなければ、そうね。まあ RX100 でいいと思うんですけど、あ、でもな、今喋りながらちょっと思ったけど、例えばインタビュー動画を撮るときってなると、きついな。きついぞ。RX100 でインタビュー動画を撮るっていうのは、ちょっとハードルが高くなっちゃうかもしんない。ちょっとね、一本、インタビュー動画作りたいなと思ってるのがあるんですけど、ちょっとそれはね、何らかしらで対策を考えるか、もういっそのことね、1080で作っちゃってしまおうかなと思ってます。おお、急げ。まあ渋谷といえば、渋谷動画をよく上げてらっしゃる誠司さんだけど、この辺りだよね、多分ね、ルートとしてはね。まあでも 4K 実際自分が動画編集してみて思ったけど、出来上がった動画の画質を見るとね、1080には戻れないな。 4K の編集がね、重いかっていうと実はそうでもなくて、クリップ自体の取り回しはそこまででもないんですよ。ただね、エフェクトをかけるとやっぱりすごく重くなっちゃうなっていうのはあるし、そうね、まあ、切って貼ってだけだったらね、今の僕の PC ではまあ割とサクサクです。あと書き出しもダビンチじゃないや、
ダニエルね、ダニエルプラグイン使えば実時間ぐらい、実時間とほぼ同等ぐらいのスピードで書き出しができるんで、まあまあいけんじゃないかなと思ってます。なんでね、ワトご飯ぐらいのまあ5分ちょいぐらいの動画だったら、うん、余裕だと思うので、それはね RX100 も使いつつねいけるかなと思ってますけど、そうね、まあ次はどうにかして GH5 が欲しいところだけど、ちょっとそれはねまた検討するとして、お、なんかだんだん人が増えてきたな。どっかねちょっと場所を見つけてタイムラプス撮りたいんだけど、どっかいいとこないかな。ちょっとね今週はねイベントが多すぎて、ちょっと綿ご飯の多分ね撮れないと思います。もう夜ずっとね予定が入っちゃってるので、まあ言うてもね年末差し掛かってきてるんで、まあ忘年会だったりとか、ちょっとお酒の席じゃないけど人と会わなきゃいけないとかね、そういった機会がだいぶ増えてますね。なんでね当面は、まあ、Vlog、まあ、こうやって撮れる時には撮って、その 4K をね 4K の動画っていうものをちょっと自分の中に染み付かせていきたいと考えてますよ。 4K、 いやまさかね個人でねあの 4K 撮影をねして、それを編集するとはね、編集するとは思わなかったから、あ、いろんな意味で新鮮かな。映像業界でもそんなに 4K だ 4K だって言って、その元素材をね使うわけってなかなかないから、まあ、ちょっとね個人でやってるっていうのがね面白いです。これ地面こんな感じだからすごいガクガク揺れてんじゃないかな。あと 4K になった瞬間にこの GoPro もそうだし、 RX100 もスタビライザーが完全に殺されちゃうんで、そこでねノイズっていうかブレがね発生するんで、これをブレなしにするのはちょっと難しいんじゃないかな。さあもうちょっと行ったら渋谷の109あたりかな。これ今10分ぐらい撮ってるのかな、今12分か。うわー混んできた混んできた。これね109、こんな珍しいもんでもないけど、あーどっか GoPro は置ける場所が欲しいけどないか。これは無理な気がする。うおー、なんだこりゃなんだこりゃ。あれ昼間のスクランブル交差点もこんなに混んでたっけ。すごいね。いやすごいわ。あー ここでちょっとタイムラプス撮ろうかな。じゃあ RX100 に切り替えました。今こっちでねタイムラプス撮影中ですよ。じゃあそこのね、そうそう、あそこの黄色い出っ張ったところ、実はねあそこもねタイムラプスね撮ってる人がね何人もいて、これ昼間だとね、まあ、昼間じゃなくても確実に怒られるんだけど、あそこの中に入って三脚入れてね撮ってる人たちが結構いるんですよ。そこがねなんかいい面白い絵撮れそうだけど確実に危ないのでやめた方がいいと思いますよ。